やるか。着いたな。よし、先に進むぞ。どういうこと？ジョーカー、感じるぞ、感じるぞ。
セーフルームがいい。見つけとくと楽になるかも。どこかに。ここは警戒されて、この雰囲気。探索。やるか。暴いてやる。私の勝利だ。さすが。あれ、返したことなかった。暴いて。何です。攻撃はしないで。注意して。ジオン属性は
が火炎は効かないわよ。エリサよし、レベルアップ。さて片付いとこ。じゃあ行こうか。感じるぞ。研ぎ澄ませ。何か研ぎ澄ませ。ここはペルソナル。氷結は激流よ。まだやれるみたいね。ペルソナル
せるから決まりのヨーヨーで見てな。怖くてたまらないの。荒領事になるけど、ノーアルが恐怖だった。行動しないで。耐えきれなかった。エースは1戦よし。覚悟の時間だ。
ここで手こずってられない。みんなお疲れさんだ。さてこれで。シャドウ効果注意しろ。正体を見せろ。挨拶もなし。こっちが有利だ。しない。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。よし。感じるぞ。シャドウがいるぞ。注意しろ。どこかに。見える。研ぎ澄ませ。正体を見せろ。暗殺の主に。こっちが有利だ。焦るなよ。彼はもう一人の俺だ。こいつに。さて、うん、楽な戦闘だ。どこかに何か研ぎ澄ます。宝箱ね、開けてみない。面倒なことになりましたね。敵対、みんな頑張れ。行きますよ。カムサノ決まった。彼はもう一人の俺だ。頭のサビにしてやる。順調だ。このまま行こう。さすが。さて、何？邪魔者はいなくなった。これです。お？どこかに研ぎ澄ませ。何か、
ーブルームがいい。ほう。ああ。ふふん。聞け、囚人。よし。それでは。では。集計を執行。さあ選べ。さあ選べ。合体です。まとめてやめるのか。ジュスティーナ、閲覧なさい。これですか。総合の代価は必要。あなたの力です。囚人を正しく。まとめて首吊りか。何を悩んでいる。これが処刑後の姿だ。力を一つに。
よし。やめる。囚人を立てさ、剣を貴様に揃えられ、さあ選べ。これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。強大な力を授かって生まれてくる。なるほど。よし。様に揃えられるのか。たどるべき道は。さあ選べ。合体です。やめるのか。ジュスティーヌ、お前の担当。あなたの奇跡です。公正の刑を執行する。さあ選べ。あまたの犠牲も力を得るため。まあこんなものでしょう。何を悩んでいる。これが処刑後の姿。いささか手荒になるな。やめるのですか。ジュスティーヌ、お前。あなたの奇跡です。公正の時間だ。さあ集めるのです。やめるの。世話してやろう。せっかちだ。ジュスティーヌ、お前の決断なさい。Thank you.
これですか？総合の代価ではお持ちなさい。これですか？このペルソナを引き出すのですね。あなたの力です。これですか？このペルソナを引き、あなたの力。綺麗な男ですね。構成の時間だ。さあ集めるのです。これで良いのか？すぐ技能を選びなさい。授かって生まれてくるだろう。大きな力を二人とも始めるのだ。よし。終わりですか？では、まあ、おお、まさしく指定したペルソナ。本当に作り上げたのか？あの貧相なペルソナばかりだった囚人がこのような。一応褒めておいてやる。よくぞやり遂げました。私たちの当初の見込みを大きく超えた成果。囚人にこの言葉が適切かは分かりませんが、偉業と言っても良いかもしれません。
散々手がかかったが、まあ認めてやろう。さて、あなたに課す次なる刑務作業ですが、もうありません。あなたはリストにある全ての課題を成し遂げました。これで力を司る者としての私たちの役目は、お、力を司る、なぜこんな言葉が口をついて、頭の中に声が。ジュスティーヌ、いえ、何でもないです。少し頭が。この記憶は、このリストを書いたのは私、いや私たち。やはりこれは、私たちは一体。すみません。心配ない。前に私に会ったことと同じだ。おのれ囚人、貴様が余計な口出しをするからだ。いえカロリーヌ、それはさすがに責任転嫁というもの。最後の最後まで手のかかる囚人だ。まったく仕方ない。あれを解禁してやろう。ふん、我らも甘いな。もしや、心配されて嬉しいという気持ちを表現するのが照れくさいのですね。違うし、とにかく囚人、ここまでしてやるのだ。泣いて感謝するがいい。その、なんだ。聞け囚人、確かに貴様は問題児だ。だが貴様が成し遂げた試練、我らは素直に感服した。あなたはその気になれば我々すら驚かせるほどの素養を持っている。腐るな、戦え。貴様なら必ずや公正は、いや、どんな願いもなるだろう。必ずや破滅を乗り越えてみせろ。いいな。信じているぞ、トリックスター。必ず真実にたどり着いてみせろ。待っていますよ。我は汝、汝は我、汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、豪気の究極なる秘宝に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。気を抜かないことです。ちゃんと鉄格子を出るまでが構成だ。分かったな。では、よくやりましたね。
囚人刑を執行した隊です。貴様に揃えられるのか。辿るべき道は、さあ選べ。辿るべき道は、なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな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 。なるほど、これは強いペルソナです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 。強力な力を持っている。技量を超えた力を宿したいと。技量を超えた合体を行いたいのかな。強力な力を持っているな。強力な力を持っている。技量を超えた合体を行いたいのかな。探りましょう。あまたの犠牲も力を得る。やめるのか。終わりですか。せいぜいあがけよ。やるか。おっし、到着。
減点せよ。ロビンフッド、スロー、いい感じだな。この瞬間を待っていた。総攻撃パワーアップ。ペルソナ、スカウェイ、やってるぞ。あ、そうかな。どうかな。
休んでいこうよ。つけておこう。よし。
ということは、じゃあ行こうか。ここが根城のようだな。あの台座がお宝の出現場所か。いろいろあったが勝ち上がってこれたな。支配人様の陥落ももうすぐってわけだ。土足で踏み込んでくるなんて野蛮ね。勝者には品位も必要よ。せっかくゲームでもてなしてあげたのにまだ満足していないようね。そういうことならこちらにもそれなりの用意がある。ここから先は命の保証はない真剣勝負よ。何が相手でも私は負けない。お姉ちゃん
潜入ルートは確保できた。戻って予告状を出さないと。予告状を出せばお宝が現れるんだよね。ああ、ターゲットに危機を認知させればあのモヤモヤが形になるんだ。お宝ってどんなものかな。それは人それぞれだから。鴨志田の時はメダルだし、マダラメは絵、金城は子供銀行券。お父様はプラモデルの箱だった。要はパレスの主の夢の始まりってことかな。欲望が肥大化するそのきっかけとも言える。考えていても仕方ない。戻って予告状の準備だ。あのね。